全然読み並んでないいやー、切なきゅうすきだよ。今回は単発になるかわからんけど、バレンタインデーですよ。ねえ、皆さん、チョコはもらえましたか？私？聞かないで。俺が聞いたのに。というわけで、まあ、そのバレンタインデー、男の欲望をゲームで満たしてやろうというわけで、お前のチョコを俺にくれ。まあ、要するにあれですよ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもののチョコパン。説明。このゲームは女子にアタックしてチョコをもらっていくゲームです。わあ、もうジャイアンやな。女子に対してのジャイアンやな。猛威が素晴らしい。アタックの仕方は簡単、文字通り女子に当たれば OK です。当たればっていう表現がすごいね。また男子に当たると思っていたチョコが奪われてしまいます。あ、男子は避けなあかんのやな。あ、男子も当たってくるんかな、もしかして。制限時間の間にできるだけチョコを集めましょう。 OK というわけです。シンプルでいいじゃないですか。このゲームでしたらね、もう力ずくでチョコを奪えるわけですよ。見ましょう、デモムービー。やっぱ学校ですね。右下なんか花瓶置いてある。山田。今日は忌まわしき2月14日。魔の祭典、バレンタインデーだ。魔の祭典とまで言うんだ。目障りなイケメン、かっこ笑い。あ、これ。目障りなイケメン、イケメン。みたいな感じなんかな。どものためにこれオスだったっけ。じゃあ与えるやけん。メスが血糖値を著しく上昇させる魔の食物を与える、魔物の儀式。もうえらい考え方やな。着眼点が素晴らしい。ふん、俺は自分の健康を考えてあえてもらわないんだ。マジ俺健康主義者。チョコってさ、ちょっとくらい食っても回転した。今の回転の方法が面白かったぞ。うわー、嘘だよ、あいつらが羨ましいよ。俺もチョコ欲しいよ。こうなったらやるしかない。女子に猛烈アタックで、なんて読む、ヒョウリントかな、チョコをもらう。俺マジルパン三世作戦始動だ。そんなさ、ルパンはさ、女子に対してレディーファーストの心得があるけんさ、そんなことせんで。野蛮三世やそんな。女子に体当たりしてチョコもらうとか野蛮三世やで。違うぞ、別に無理やり奪うわけじゃないからな。じゃあルパンっていう例えがおかしいよ。まずはこのクラスだな。幸いまだ男子は登校していないみたいだな。今がチャンス。最初のクラスってもうどのクラスも回るつもりなんやこいつ。とりあえず突っ込んでいけばいいのね。準備 OK、 レディーゴー。よいしょ、こういう感じか。とりあえずぶつかっていけばいいんだ。で、時間内にどれだけ取れるかっていう。よっしゃ、全滅じゃ、パーフェクト。よし、大量大量、人生初のチョコだぜ。おかんにももらったことないんか。げ、もう男子来やがった。もう少し遅くよ、来いよ。てか、来んなよ。男子にチョコが見つかったらやばいな。取り返されかねない。ここは男子を避けながらチョコをもらおう。オッケー。ステージ2。準備 OK？ OK！ レディーファイト。もうファイトやな、こんな。もうファイトやな。荒々しくさが、もうファイトと言うしかない。
とりあえず男子を見極めないかんけど、男子が数少ないし問題なし。あ、ちょ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 、一周回った一周回った、ちょっとうまくされずに。やべえよ、両手にチョコがいっぱいだよ。もしかして俺モテてる？その自意識過剰はどこから来よんやこいつ。次は音楽室と、ん？あそこにいるのは、うわ、この学校で一番と歌われる最強のホモ、その名もホモご兄弟じゃないか。えらい兄弟おるな、ご兄弟とか。つか兄弟5人が全員ホモってもう DNA か。そんなやばい DNA 引き継いどんか。親の顔が見てみたいわ。あいつらに捕まったらほらチョコが奪われるぞ。逃げながらチョコを集めよう。男子から逃げる理由が変わってもうたんやけど、バレンタインデーとは関係なくヤバいに変わってしまったよ。ああ。ステイスリープ。準備 OK？ OK！ レディー。掘られるぜ、掘られる。足早い、足早い、足早いぞ、あいつ。ああ、周りにも、ああ、早い。あ、やべやべやべ、一回掘られた、一回掘られた、今。一回掘られた。ああ、早い。あいつ早い。本物のためならすごい一途に。あ、やべ、囲まれた、囲まれた、囲まれた。危ない、危ない。あ、やべ、やべ。あのご兄弟。よっしゃ、いける。あーし、パーフェクト。パーフェクトやけど、一人当たらんかった？はあ、俺マジイケメン。抱いて。チョコ運搬のために軽トラ呼ばなきゃ。21個で軽トラ呼ぶか？袋で十分だろう。うわ、なんこれ。ちょっと待って。男子多すぎんか。次はこのクラスだ。って、なんだこれ。まさか俺の盗むチョコをもらっているのが男子に気づかれたのか。まあいい。20秒だ。チョコをもらうのも、野郎を倒すのも。これむずいぞ。うまくコントロールしていかなあかんね。俺どこ？てか俺どこなんこれ。どれを、これか？これはな。これを20秒で綺麗に回っていけってことは繊細な技術。この男子動かんよな、さすがに。準備 OK？ OK。レディー。ゴー。あ、むずい。さすがに動かんだろうとは思ったき、よいしょ。あ、結構長いな。あ、それでもいければいける。よっしゃー、問題なかった。ブサ男ども、俺がモテ男だ。チョコの運搬の2トントラックを呼ぼうかな。いや、29個で2トントラックだったらさ、テニプリのアトベックエイゴ、その10トントラックぐらい呼ばんかったらあかんのじゃん。もっとか、50トンぐらい？もう。そんなんでトラック呼ばないで。学校側は困惑する。最後か。最後はこのクラスだな。確かここは学校のマドンナと一部の男子に言われている田中さんがいるクラスだな。田中さんか。名字普通やな。あいつのチョコをもらってゲームセットだ。何のゲームやねん。ステージ5。準備 OK？ OK やけどさ。あれ？ちょっと待って、田中さんどこ？男子しか見えんけど、このクラス男子ばっかのクラスじゃないだろうな。機械化とかそういうんじゃないだろうな。あ、田中さん。レディー。ゴー。あ、ちょっと、なんだそれ？波状攻撃仕掛けて、あっ！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 あ、おったおったおった。よーし。パーフェクトではなかったぞ。何個かかっぱらわれたぞ、男子に。いや、かっぱらよ、俺の方やけどさ。よし、取った。モテすぎちゃって困るねー。自意識過剰もいい加減にせい。21個になったな、結局。ふぅ。やっと7次元目が終わった。さーて、帰ろうかな。チョコもたっぷりあるし。え？誰だこれ。おい、お前が田中、山田か。
お前、女子のチョコを奪っていたらしいじゃねえか。お前が取ったチョコの中に俺の彼女のチョコがあるんだよ。ちょっと表出ろや。ああ。エンディング1、殴られちゃいました。もう最後の終わり方がなんかすっごい軽いんやけど、殴られちゃいましたってか彼女のチョコ取ったやけん、もう殴られるだけじゃすまんぞ。もう土下座とかしたんだろうな。まあ、こんな感じで実はエンディングがいくつかあったんですよ。チョコの数、手に入れたチョコの数でまあエンディングが変わるみたいで、21個か。全部は取り逃したつか取られたけんな。取った後に取り返された。おかしいな、それはちゃうな。まあ、そんな感じでエンディングがいくつかあるんで、ちょっと興味がある人は他のエンディングというか全部各方にチャレンジしてみてください。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。週明け